よしさん、行動できる人と行動できない人の違いという質問でもいいんですけども、この12月に何をやっているかによって、稼げている人と稼げない人っていうのが分かれると思うんですよ。例えば12月にね、クリスマス,かクリス,マス会か、失礼しました。クリスマス会をやろうとしている人はこれはダメですよ。それから忘年会。こんなのに行こうとしている人もまあダメですね。年末年始を楽しみにワクワクしている人。もう一息つこうと思っている人もダメですね。 自分へのご褒美、あダメですねダメに決まってるじゃないですか12月は最も多くの人が何かにお金を使おうとしてる時ですよ少しでも長く休もうとしてる時なんですよまさにそこに自分も参加してたらダメじゃないですかだから12月こそアクセス伸ばしたりとか商品を売ったりとかねまあ何かしか語りかけてるアウトプットしている人じゃないとダメでしょうね もし忘年会をどうしても参加したいって言うんだったら忘年会を主催してね儲ける側に入るとかクリスマスパーティーをどうしても参加したいんだったらそれを主催して参加費をもらう側に行くとかね年末年始を楽しみたいんだったらカウントダウンパーティーを主催して稼ぐ方に行かないと特に今リモートとかがありますんでリモート忘年会を主催して参加費2500円とかねあんな感じで行くとかもしもしいいんですよ一参加者として ズームのリモート忘年会をやるんだったらその中で商品をきっちり売ることですよね参加者さんのいろんな悩みとか1年間のいろんなね、えー、こうつまずきとかに耳を傾けていろんな愚痴とかも聞いてあげてそれで来年からこうしたらどう実はこういう商品あるんだけどさみたいな感じで売っていかないとダメでしょうねそういう人は儲けられるしそんなことも全然考えてない人はこれはもう永遠に儲かんないと思いますよ <laughs> 単純じゃないですかね12月に セールスガスガを一生懸命やるのかかおお金を何に使おうか考えてる人、ね、まさにまあ別に吉谷さんから商品買うなとは言わないですけども吉谷さんから商品買おうとしてる人はねとりあえずは儲かんない人ですよね。まあでもそのアクションの後ちゃんとドリームアカデミーに入ってカリキュラムをきっちりやればそれは儲かりますけどもまあでもね期待だけ未来に馳せてで今日の行動ができない人はこれはやっぱり儲かんないでしょうね。 だから来年は修羅の1年になると覚悟して来年が修羅の1年になるとしたら例えばセールスを受けてる今ですらもうねじゃあセールスの時にお金払うんだからその時までに1万でも2万でもプラスアルファで稼いでそのお金でドリームアカデミーアの120万を実質119万とか118万にしようかなぐらいの先倒しの前倒しの根性がないとダメですよね。ドリアカのコンテンツが来てから稼ごうなんてそんなもう2本も3本も遅れてるわけですよ。 で私のことを申し上げるとやっぱりね私は少なくとも偶然ですけどもネットビジネスのセミナー即課塾のセミナー第1回目をやるときは自分の経営した店っていうものに対して集客ができてたわけですよだからちょっとしたアドバンテージがありましたけどもうーんそれからまあトークですよねトークってのも何ぼか組み立てられたんでいきなりセミナーとかできましたし度胸もありましたしねだから今までの自分の人生を総動員して持てるカードを使うカードを集めればね まあ、豚は豚でも結構豚同士で勝てる豚になるんじゃないかなと思いますしそもそもポーカーをする時にこっちは豚を持っていってもね相手はもう最初から降りてますからだってクリスマスパーティーやりたいわけでしょ5年間行くわけでしょ、うん、最初から勝負来てないわけですからだだらけだと思いますよ。ここに気づけるかどうかじゃないですかね。いってらっしゃい